院雇用協会留学生就職学院の大野千佳です。第208回有力企業就職ライブ東京編をお届けさせていただきます。この有力企業就職ライブは毎週日曜日の夜に配信しています。毎回4社から6社の求人企業の情報をピックアップして皆さんにご案内しています。この中で面接を受けたいなと思う企業があった方はこの動画の最後の方にお申し込み方法をお伝えしていますので、そちらをご確認の上お申し込みください。社長面接に進めるチケットを1枚お送りさせていただきます。それでは早速今日の第1社目です。こちらは通訳販売のお仕事ですね。面接は明日、11月28日月曜日の3時に行います。で、販売はどこでやるかというと羽田空港ですね。羽田空港の国際ターミナルでの、販売となります。国際線ターミナル駅ですね。こちらにある、ショップです。で、お薬とかですね、化粧品を、扱っているショップになります。ここで、外国の方が来た場合は英語とか、中国語とかベトナム語とかそれぞれの言葉でご対応して、日本人の方の場合は日本語で対応するというお仕事になりますので、日本語とね、それ以外の言葉、できれば、チャレンジしてみてください。2人募集ですね。勤務時間シフト制になります。詳しいことは面接でご確認ください。お給料25万から40万ボーナスもあります。結構ね、いいですね。はい、ぜひやってみてください。2社目は介護のお仕事です。面接は、29日火曜日の3時です。こちらの企業さんはかなりね、大きな企業さんで、グループ会社でいろんなビジネスをされていて、海外にも拠点がたくさんあるという会社さんですので、将来ね、いろんな、キャリアプランがあるんじゃないかなと思います。面接で確認してみてください。会社の場所は東京の千代田区神田になります。施設はね、いろいろあると思いますので、勤務場所を詳しくは面接で確認してください。コングロマリット、大きな企業集団です。医療、介護、教育を柱に展開されています。で、今回は介護スタッフの募集となりますので、介護からのスタートです。仕事内容等は面接で確認してください。2人募集、9時から18時勤務、お給料20万からということになっています。ここら辺もね、面接で聞いてみてください。はい、3社目、こちら飲食の、会社さんです。面接は、30日水曜日の3時です。場所はですね、東京の新宿ですね。新宿は大きな、駅ですから皆さんもご存知と思います。で、この駅の近くにあります。で、こちらの会社さんはですね、ロシア料理を展開されています。もちろん似たね、ウクライナとかそういった、料理も取り入れているようです。で、ここはすでに、外国の方何人もビザをもらって勤務されていますので、結構ね、規模もありますので、まだね、ビザ取れると思います。ぜひやってみてください。まずはホールキッチンからスタートとなります。1人から3人募集です。お給料22万から30万ということですのでね、ぜひやってみてください。4社目、こちらも飲食となっていますけども、こちらの企業さんは、もともとね、お酒の販売をされている。販売といっても、小売りじゃなくて企業さん向けに、売ってらっしゃる。しかも海外にも拠点がたくさんあるという、会社さんですので、いろんな将来の展開ね、キャリアプランもいろいろありますと思います。面接で聞いてみてください。面接は、木曜日、12月1日木曜日です。会社の場所は東京の中野区というところです。新中野駅が最寄り駅です。新中野駅は新宿から6分だけのとても便利なところです。で、こちらさんは、ワイン、ビール、日本酒などこうアルコール類、お酒ですね、これを業務用卸として展開されてるんですけど、バンコク、香港、ミラノ、ザンビアに拠点をお持ちです。で、海外にも販売されてる、ね、貿易をされているということですので、いろいろとね、携わることができるんじゃないかなと思います。まずは、飲食店でね、勤務をしてください。ホールスタッフからスタートです。5名募集です。23万から34万ということですのでね、ぜひチャレンジしてみてください。5社目、こちらは工場のお仕事です。 CAD ができる方は CAD で、こちらさんは一応工場という募集の仕方ですけども、社内の業務ね、営業とか事務とかそういったこともありますので、面接でどういう仕事をやりたいかを、ご自分でね、言ってみてください。面接は12月2日金曜日の3時です。会社の場所は千葉県の野田市です。川目駅というところが最寄り駅です。東京から1時間10分ですけどもね、埼玉からも近いです。千葉からも近いですので、場所をね、調べてみてください。はい。
総合ウェイトメーカーとしてね、メーカーさんです。やってる会社さんですね。CAD を使って設計したり、溶接ロボットの運用をしたり、それから新商品の、製品企画なども、募集していますので、企画に携わる、あるいは製品を売る側、ね、営業として売るとか、作る方になるとか、ね、設計するとか、いろいろできますので、面接でね、話してみてください。CAD ができる人は、まあ、その業務もあります。はい、1人から2人募集です。20万から30万、8時5時の勤務です。やってみてください。続いて6社目、こちら農業の仕事ですね。面接は12月3日土曜日3時となっています。で場所はですね、静岡なんですね。ちょっと、東京からは離れますけど、まあでも東京からも近いですよ。ここちょっと間違って2分って書いてごめんなさいね。だいたい2時間ぐらいだと思います。はい。だいたい16名ぐらいでね、儲かるビジネスとして、ビジネスとして農業を展開されている企業さんです。ブロッコリー、キャベツ、トウモロコシ、オクラなどを作りますけども、これをどうやって売っていくかとかですね、そういったもの、ね、販路拡大の方にも携われますので、こちらの方に携わる方は、技術、人物式、国際業務のビザで、勤務ができます。で農業を専門にやる方ね、畑ばっかりやる方は、特定技能の方でやってください。はい、1人から2人募集です。8時から5時、20万から32万。予定しています。ボーナスもあります。農業、ちょっと興味あるなという方はぜひね、やってみてください。はい、今日は以上6社のご案内となります。この中で受けたいものがあった方ね、まずチャンネル登録お願いします。その上でメールまたお電話でお申し込みをお問い合わせしてください。で面接は、社長さんとの面接はオンラインじゃなくて、東京の神田で皆さん面接しますのでご注意ください。で今日は、ね、6社だけでしたけども、他に実際は、70社ご案内できる会社さんがあります、ね、で。それは有力企業、就職フェア、リアルイベントでご案内していますので、ぜひお越しください。土日祝もいつも12時から開催しています。で場所はこちらですね、東京神田駅から徒歩5分、住所はこちらです。この場所に来ていただいたら、毎日12時に来ると70社を確認して、好きなものに申し込みをすることができます。で大阪会場である新大阪駅のそばにもありますので、こちらが近い方はこちらに行っていただいても結構です。でどちらも遠いよという方はですね、個別のオンラインもできますので、先ほどのメールまたはお電話でお問い合わせください。それでは皆さんからのご応募お待ちしています。また来週お会いしましょう。さよなら。